マンダラケ中野店の鉄人28号の25万円のフィギュアが、まあ、万引きされた事件、まあ、知っている方は、まあ、多いと思うんですけど、もうこの事件ね、もう犯人の顔の映像とかも写真が、あの、監視カメラによっても撮影されてて、で、その監視カメラで撮った映像に、まあ、モザイクをかけて、まあ、そのホームページでアップして、まあ、1週間以内にこのフィギュアを返さなかったら、まあ、このモザイクを外して、まあ、公開しますと。で、犯人を捕まえますみたいなことを、まあ、言ってるんですけど、で、まあ、この事件、法律のね、専門家とかが、まあ、いろいろ、まあ、言ってて、賛否両論の意見があって、まあね、取り返す手段なので、まあ、これは罪には問われないという意見と、あと、プライバシーとか名誉の毀損になるから、これはちょっと結構罪に問われるかもしれないという、まあ、その二つの意見があるんですけど、まあ、僕はね、前者の方に、まあ、賛成します。まず考えてみてください。マンダラケめっちゃ器大きくないですか？一週間以内に返してくれれば、万引きしたことをチャラにしてくれるとまで言ってるんですよ。もうこれは返すでしょ、普通。うん。これはね、返さなかったら普通に公開してもいいと思うよ。一週間っていうその期間も与えておいて、しかも、返せば万引きもチャラにしてくれると言ってるのに、これで返さなかったら公開してもいいでしょ、普通に。取り返す手段なんだから。でね、まあね、僕はその前者の方に賛成なんですけど、もう後者の意見おかしくないですか？なんで名誉毀損やプライバシーの、その犯罪者のプライバシーや名誉毀損のことを考えなきゃいけないんですか？おかしくないですか？これ少年法もこれと同じですよ。だって、この間の佐世保殺人事件あるじゃないですか。あれ普通に被害者の方の名前は普通に公開されるじゃないですか。なのに、犯罪者、100割犯罪者の方は少年法かなんか知られるけど守られて、名前一文字も公開されないじゃないですか。これおかしいんだよ。そもそも。なんで100割万引き犯を名誉毀損とかで言わなきゃいけないんだよ。おかしくないですか？で、なんでマンダラケがそれで公開したら罪にならなきゃいけないんですか？おかしいよ。世の中おかしい。うん。だから、まあね、このね、万引き犯、本当公開されちまえっていう感じなんですよ。本当。なんでそんな奴の名誉毀損なの？そんな奴に名誉毀損ももうクソがないと、まあ、僕は思ってます。ということで、今日、そのマンダラケは、8月12日だかな。8月12日の、今日の11時59分までに、その犯人が返しに来なかったら、っていうか犯人は、なんかその25万円のフィギュア、もう、転売してるっていう話も、まああるんですけど、まあどうでもいいんですけど、今日の11時59分までに返さなかったら多分、まあ公開するかどうかは、まあ今日の、そのホームページの、結構今日の11時59分次第ですね。なので、マンダラケさん、もし返しに来なかったら、公開してもいいです。うん。まあ僕はもう公開してもいいと思います。はい。ということで、まあ、そうやってね、悪いことをしたやつが、守られる世界で、努力もしないで、お金を稼いでる人、そして、ステマをやってるやつ、ほんと、みんな死んでください。はい。ということで、おわきちのちょっとした、まあ、世の中の、訴えのお話でした。